今回は昔々のロシア、ソ連が中国を支援するためのソ連空軍志願隊について解説してみるぜ。この動画シリーズには特定の国家指導者に対する侮蔑と受け取られかねない表現が多数含まれているが、それらは決して人種や文化に基づく差別を助長するものではなく、歴史上のいかなる文明、人物、団体をも平等に貶める意図を持っていることをご理解いただきたい。マジかよ。ソ連空軍志願隊とは、後に台湾の空軍となる、中華民国空軍を支援したソビエト空軍の義勇部隊のこと。1937年7月、なんやかんやで日中戦争、シナ事変が勃発。日本軍に比べ技術や機体などで劣る中国空軍は、戦闘で大きな損害を受けていた。しかし8月21日、中ソ不可侵条約が締結されたことにより、ソビエト連邦から中国への軍事、経済的な援助が可能となった。9月14日に中国国民党の国民政府は、ソ連政府に対し、飛行機などの武器供給とソ連空軍の作戦部隊派遣を要請したぜ。ソ連政府は積極的な決定を行い、軍内から有用な人員を選定。こうして、ポリカルポフ、I-16 戦闘機、などの戦闘機大隊や、ツポレフ SB 爆撃機、といった爆撃機大隊が編成されることとなった。このソ連義勇兵たちは、形式上は義勇兵とされていたが、自主的な志願ではなく、特質による選抜で指名されていた。ソ連製航空機は中国空軍にも供与され、中国軍パイロットはソ連志願隊から I-16 の戦闘教練を受けた。また飛行学校が開設され、ソ連人顧問が直接指導していた。1ヶ月間の訓練を終えたこの中ソ連合航空隊は、12月上旬には日本軍との南京防衛戦で初参戦しているぜ。志願隊の内情。このソ連空軍志願隊は、スペイン内戦で15機撃墜の記録を持つパーヴェル、ルイチャゴフ少将などが指揮を執っている。ソ連義勇兵たちは派遣期間を6ヶ月以内とする交代制、ローテーション、となっていた。1937年11月から翌年2月までの派遣部隊の第一陣は、士気が低く戦闘に消極的だったため、アメリカ空軍顧問シェンノートや中国人からの評価は低かった。一方の第二陣は日本軍と激しく戦っているが、中国側からは素行が乱暴だと見られることもあった。しかし中国奥地へ基地を移してからは、中ソ両部隊の関係も第一二陣に比べて良好になり、うまく共同作戦が取れるようになった。志願隊の戦歴。1937年12月1日、訓練を終えた中ソ連合航空隊が南京飛行場に到着。日本軍との南京防衛戦で初めて戦闘に参加。爆撃隊は長江の日本艦隊や飛行場を爆撃。しかし南京へ日本軍が迫り、中ソ航空隊は9日に南京を離れています。この戦いでは、南京を失ったことやソ連側の士気が低かったことから、中ソ両国の要員が互いに責任を転嫁する場面が見られたそうです。その後、中ソ連合航空隊は武漢や南昌に基地を移し、防空戦闘や日本軍飛行場への爆撃を行いました。ちなみにこの時、南京を爆撃した中国空軍機の1機が撃墜され、別の1機が不時着。両機ともソ連人パイロットにより操縦されていたことがわかると、ソ連の義勇部隊が参戦している、という事実が初めて明るみに出ました。当時、中ソ両国とも、軍事援助について公には宣伝しなかったそうな。これにより、日本の重光葵、中ソ大使はこの義勇飛行兵についてソ連外務省を訪れて抗議しました。ところがマクシム、リトブイノフ、ソ連外相は軍人の派遣を否定。シナ事変を戦争と扱っていない日本のクレームは理解できない、として取り合いませんでした。なんやねんその理屈とか日本が思っていると、1938年2月から4月にかけ、河南省に展開する I-15 戦闘機主力のソ連志願隊と、日本陸軍の救護式戦闘機が交戦。この時には中国空軍機は少数だったため、実質的には日本陸軍とソ連空軍による空戦となっています。4月上旬の大地層の戦いでは、爆撃機体が駅や橋を破壊して日本軍増援部隊の援軍を阻止しています。ソ連赤軍の記念日となる1938年2月23日になると、フヨードル・ボルイーニン大尉が指揮する、
中粗根性の SB 爆撃機第28機は、南昌基地を発進して台湾海峡を越えました。そして台湾の松山飛行場への爆撃を敢行。この松山飛行場は日中戦争以来、日本海軍爆撃機による徒用爆撃の拠点でした。SB 隊は奇襲攻撃のため、グライダー化した無音状態で航空から爆弾を投下。日本軍の迎撃はなく、編隊は南昌へ帰投しました。中国側の発表によれば、地上の日本機40機を破壊、航空燃料3年分のストックが焼却されたとしています。対する日本海軍の発表では、飛行場に被害はなく少数の住民が犠牲になった、としています。その後日本軍は、1938年6月から始まる武漢攻略作戦に先立ち、漢口への爆撃を起動。4月29日、旧6式艦上戦闘機27機、および旧6式陸上攻撃機18機が奇襲を狙い、別々の経路から漢口へ飛来しました。ところが地上の監視員に察知され、中粗戦闘機体の60機が離陸していたため奇襲は失敗しました。そして韓国空域は、日本と中粗の100機近い航空機が入り乱れての大混戦となりました。しかしその戦火や敵撃墜数は日本も中粗も数を持っているようです。このように戦闘を繰り返すソ連空軍志願隊でしたが、進撃の日本軍により韓国、南昌を占領されていきます。そのため中国奥地の四川省や甘粛省へ基地を移すことになります。航続距離の短い当時の日本軍の戦闘機では、このような奥地までは侵入できませんでした。また、初歩的ですが早期警戒網も作られ、これまでのように不意打ちを受けることはなくなりました。対する日本軍は、1939年以降に中国奥地への爆撃を強化。1939年2月、日本陸軍は対中国軍事援助の中枢基地である、蘭州爆撃に意識重爆撃機を投入。しかし中ソ連合航空隊の迎撃によって、5回の出撃でそのほとんどの機体を消耗してしまいました。そんなこんなで中ソの空軍は、このまま持久戦で粘り勝ちじゃい、的なことを考えていたら、ゼロ戦、登場。1940年秋、日本海軍は最新型の零式艦上戦闘機を投入。9月13日には13機のゼロ戦と中国空軍の I-152 など27機が戦い、中国側が惨敗を喫しました。その後も中国は、ソ連から I-153 戦闘機を93機送られますが、ゼロ戦の敵ではなく、被害は増大していきます。こうして中国空軍は日本との戦闘を避けざるを得なくなりました。さらにさらに、1939年末頃から、中国とソ連の関係が悪化。理由としては、戦線の膠着による日中戦争の長期化や、国民政府と中国共産党との摩擦。中国国民党内の反共グループの存在などにより、ソ連は国民党に対して不信感を募らせました。さらにドイツとの独ソ不可侵条約の締結以後は、中国の抗日戦を支援する意義が薄れたこともあり、1940年中頃から兵器供給は減少。そして1941年6月、独ソ戦が勃発。これにより中国を援助する余裕がなくなったソ連は、支援終結を宣言。徐々に引き上げていたソ連空軍志願隊も、完全に撤収しました。ゼロ戦の登場とソ連空軍志願隊の撤収で中国空軍はやばいことになるが、今度はアメリカを頼りなんとか持ち直すぜ。対する日本側では中国への進撃がうまくいかず、最終的に USAA との戦争に突入することになる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他にリアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは説明文のリンクをクリックしてくれ。